皆さんどうもピーマンドウエスというわけで、今回対決サクサクセス実況5回目になりますぞい。5回目に戦う選手はですね、先日、この4月のね、月間 MVP が発表されました。結果ですね、セリーグは菅野と、中日のビシエドですね。そしてパリーグは涌井さんとメヒアが取りましたね。今回その月間 MVP を取った4人と戦っていきます。セリーグ編パリーグ編2つに分けてね出していきますので、今回の実況ではセリーグ編で、そして菅野とねビシエド、この2人に対決サクサクセスで勝利していきますのでね、次回の実況はパリーグ編でパリーグの月間 MVP を取った選手と戦っていくのでね、次回の実況もお楽しみに。必ずね勝ちましょう。勝って勝ちまくるんです。よろしくお願いいたします。じゃあサクサクセスで菅野&ビシエドを超える選手を作っていこうぜ。ベイベイオッケー。じゃあまず一人目に作る選手は菅野と戦う選手を作っていきますからな。球団設定は巨人ですね。で、持ち込みアイテムはチヤホヤカードにプロ入りカード、この2枚で菅野を超える化け物を作っちゃいます。レッツ対決サクサクセス。ズワン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 ポッポー。さて初期能力どんな感じ。ナックルカーブ、おい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 、お前はバンデンハークか。そうだよね、バンデンを持ってるよね、これ。素晴らしい、この変化球を生かしていこうよ。さて、選手が2人会いに行かんとね。ポレダかな、カモンポレダ。あ、全然違かったわ。日本人だったわ。外国人ですらないっていうね、どんな勘違いだよ。さて、もう1人選手に会いたいんだが、待てよ、このマス踏むわけにはいかん。全部収録マスになるからね。うん、ちょっとこっち来てくれねえか。頼む、空気を読め。おい止まれ、誰だお前は。あ、俺が作った選手だ。早急中止。まあいいんじゃない。あ、でもこれ見てよ、ほら先の紫パネル変わってるね。これ踏んだ青パネルが全部速球マスになる。踏んでこう、イエーイ。速球中心がね起用法でついたんだから、これ球速派作らないとダメだよ。オートペナントで回しとけ。こいつはね速球ばかりを使いますから、そういう起用法がついちゃったんだ。速球速球速球、変化球なんていらん。スピードだけでこのプロ野球と戦っていこうよ。さて、ステージ2では選手が2人、変化球マスはなしか。カモン、カモン。止まって、ノー、ワッツ、止まって沢村、コントロールよ。沢村なんて球速だろうに、筋肉はどうしたんだい、もうやめたのか。ナイス、大竹。対左打者、シークレタね。沢村がコントロールなんてありえないけどね。球速くれるでしょ、普通は。空気読めないわ。で、最後、おにぎりマス取って。あ、6回復、いいね、プラス6だ。イエーイ、ステージ2終了。ただ、ちょっと待ってくれ。変化球が、ま、1つしかないし、その1つも強化できてない。球速は上がっていってるんだがね、それだけでは厳しいぞい。ステージ3、全体的になんか青マスが少ないような気がするな。まばらん血だわりすぎだよ、これ。選手が3人いますから、全員に会いたいね。おお、碇進もいるじゃないか。会いに行こう、会いに行こう。よし、体力回復。おお、体力回復、2連続回、マジで。今日はいい日だな。ストップ、ナイス、ライジングショットくれねえか、頼む。あー、でも球速4上げてくれただけでもありがたいと思わないとね。他の選手はなかなか上げてくれないから。こいつ来ねえか、こっち来なさそうだね。シャッフルマス進んでみよう。おお、選手、ただこれまたシャッフルかい。うん、逃げるんかい。ほんで止まれやん、止まらねえのかい。カモン、カモン、ナイス。誰だ、今村、玉持ち丸、こっち来い、こっち来い。意地でも逃げていくスタイルだね。大嫌いになりそうだわ。誰か知らんけど。菅野じゃねえか、あれ。違うか。おお、スタミナ超人ね。これで先発最低限スタミナ D の55はついたね。ただ、それじゃダメなんです。ひどすぎる。全然菅野超える要素ないぞ。舐めてんのか、お前は。ひどいね。とりあえず変化球。よし、変化球マスあったね。選手も3人、全員に合わないと。カモ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 。プロ入りカードは持ってきてるから失敗することはない。死ねと。僕に死ねと言ってるんだね。はい、青パネルがすべて赤パネルに変形しちゃいましたね。よし、死のう。首を吊って死のう。どういう死に方をしようか。いろんな死に方ありますからね。どれを選択しようかな。とりあえず宝箱だけでも取っておかないとね。赤マスむのはちょっとやだな。でも下手に下から行くとこれカレンにバレるというか、カレンにぶっ飛ばされる可能性もあるからね。赤マスはしゃあないとして、まあいいや。行こう行こう行こう。変化球超人ね、ナックルカーブを強化できてよかったよ。コントロールアップね。えい、体力アップ、ナイス。選手に会いたい。誰だお前は、教えてくれ。
うん、やめとこうか。会いに行かない。ちょっと待ってよ。何これ、お前ふざけんなよ、本当に。クソすぎる。いや、最終ステージで俺は化け物を作る。任してくれ。プロリカードはもう持っている。落とさない限りは絶対に成功する。落とさない限りはね。って言ってると落とすんで。どうせ落として死ぬんだろうね。悲しくなってきたわ。はい、終わったー。ゲームセット。こんなありっすか、みんな。ゲームとして成立してないですけどね。こんなんありかよ、お前。ほんで、ブスにも目つけられて気分もかなり悪い。なんじゃこれ、お前。なんじゃこれ、お前。前作よりひどくなってんじゃねえか。スタミナ超人で、スタミナだけあるやつになってしまった。ミヤグにナイスリリース丸をくれたお前だけは天使だよ。ありがとう。お前に会えて僕は幸せだ。さて、あの宝箱最後取りたいが、あ、これシャッフルマスか。踏むと終わりだな。さて、どこに出る？体力が残るは5だぞ。うわ、ブス近くに来たし、終わったな。宝箱を取れずに終わっていくんだ。はい、体力ダウン。お前が選手止まってくれよ、最後にさ。なんで背中向けんだ、くせえな。お前のケツなんか変な匂いするわ。ふざけんなよ、これ。どこが菅野と戦う要素があるんだ、お前。舐めてんのか、本当に。いや、一回さ、赤パネルが青パネルに変形、青パネルが赤パネルに変形するのはわかるわ。一回くらいはね。一回だけならわかる。お前、これ二回だぜ。ふざけてる、ついてないとかいう次元じゃないんですけど、今回何なんだ、俺。文句しか出てこねえ。そら文句しか出てこんだろうに。こんな選手を作っちまうんだからね。菅野どころか、まず一軍で投げれない選手ですわ。ひどすぎるね。選手はたくさんいたんだが、あまり会うことはできず、特殊能力は対左打者し、ビビース丸、玉持ち、組織用法に速球中心だね。変化球もナックル、カーブの変化量3のみ、スタミナ C の67と、まあ、先発としてね、投げれるスタミナありますよ。ただ他のものがないので、先発失格ですよね。じゃあ中継ぎいけるか。いや、中継ぎも失格。じゃあどこで行く？2軍。いや、2軍でも失格。プロ野球やめろということですよ。まず入団できたことが奇跡に近いわ。コネ入団だね、これは。新井さんもね、コネ入団だけど、あの人は本物だったからね。コネはコネでも実力はあったから、でもこいつは違う。実力もなければコネで しかないっていうね。ひどいよ。さて、今回戦う菅野の能力はこのようになってますね。素晴らしいですよ。ただこれ負け運持ってますからね。これでどう働いてくれるかですよ。まあ、勝利数っていうのはね、近年じゃあまり大事にされてないよね。別に勝たなくても他の部分で評価されるのが多くなってきたからね。昔じゃない、現代はね、もういろんな数字で評価されますから。ただやっぱ負け越してるピッチャーっていうのはね、なんか期待できないんだよね。事実去年の菅野もね、まあこれ菅野が悪いわけではないんですけど、防御率1点台で負け越してた。で、僕も菅野の試合見てたけど、なんか菅野の試合はいつも負けるなーっていう感じで見てたんだよね。そういうことですよ。負け越してるピッチャーはなんか期待できないし、あ、欲しいなとは思わない。これ菅野がね、1勝10敗みたいなことやらかしたら、もしかしたらこっちあるかもしれませんよ。ないけどね、そんなことは。ない。さて、次に作る戦車はビシエドと戦う選手になりますね。前回実況4回目でビシエドには挑戦しましたが、勝つことはできませんでしたからね。ただ成績で見ていくと結構互角だったんだよね。まあ、ちょっと打点数が離れすぎててね、これは勝敗はビシエドだということになったんですけど、OPS では僕が作った選手の方が勝ってましたからね。いや、ビシエドはね、現段階だとかなり楽だよ。能力的にもね、まだアップデートされてないので、これ開幕前のビシエドの能力ですからね、かなり弱いですから。で、持ち込みアイテムはパワー強化カードと、そしてチヤホヤカード。この2枚でビシエドを超える選手を作ろう。レッツ対決サクサクセス。ステージワワンワンワワンワンワン。いや、先ひどいの作っちゃったからね。今回ビシエドは、勝てる選手を作ろう。もう菅野は負け決定だよ。こんなこと言いたかないけどさ、絶対負けるわ。選手こっち来てくれ、頼む。そっちに行くんじゃねえ。バント職人、渋いな。ビシエドを超えようって言ってるのに渋いな、君。こっち来るか。ナイス、ありがとう。えい、ミート7上げてくれたね。素晴らしいぞ。ただなんか赤マスが多い感じするな。感じというか確実に多いよね。やめてね、ほんと、赤マス時刻。あまり気持ちのいいもんではないからね。ほんで、ステージ1どうしようかな。最後これ補給マスか。踏んでおこうかな。まあ、守備力も大事だしね。取っときましょうよ。はい、オッケー。よし。ステージ1これにて終わりね。パワーがいいの40ですか。ここからもっともっと強くしていこう。やっぱビシエドにはパワーで勝ちたいね。他の部分で勝ってもなんかビシエドが勝ったっていう感じがしないからね。やっぱパワーで直接勝つ。気分がかなり悪い。病院行け。すぐ行け。走れ。全力で行きたまえ。すぐに行きべきだよ。何をしてる、こんなとこで、お前は。
最悪だね、ほんと。なんでこう、悪い方向に悪い方向に動くのかね。わからねえ。お、誰だ？福田。ミート7、ありがとう。できればパワーを上げてもらいたいんだがな。ミートばっか上げてくれるね。さて、ステージ2も終了だが、特殊能力はまだここまで一つもないな。特殊能力くれるいい人はおらんかね。ここでも戦車は、あ、二人ね、ここは。オッケーオッケーオッケー。ちょっと待てよ。宝箱欲しいな。ただこのステージからブスが降りてくるからな。とりあえずこっち行こう。カモン！カモン！何いたかな？何いただ！えい、補給7。この何いた試合連続でヒット打ってますよね、現在。めっちゃ調子いいんだよな。去年の何いたとは思えないくらいに打ってる。覚醒したね、この男。さてどうする？ここから下のマス踏んでゴール戻るか。でも体力かなり少ないしね。いや、ここは温存作戦だね。ミートマスは踏まずに、次行きましょう。ブスが来た。お前が、危ない危ない。吹っ飛ばされるとこだったね。で、ステージ4、ステージ5で俺は本気を出す。何度も言っている。初めて言ったけど。よし、行こう。で、うわ、大丈夫、博士いる。でもね、この実況まだ大丈夫、博士の手術、一回も失敗したことないんだよね。多分、ここまで2回やってきてるんだけど、1回目は改造手術成功カードがあったのよね。で、2回目はなかったんだけど、成功したんだ。これもしかしたら、いや。ああ、違う、早かった。落としてもった。最悪。最悪だな。で、博士どうする？やるか。とりあえずまず宝箱欲しいな。うわ、ブス早え。もうブス降りてくるんかい。嘘だろ。早すぎるだろ、お前。勘弁してくれ。こっち来んなよ。うわ、もう目つけられたし、早すぎるわ、このブス。何がしたいのよ。嘘やん。いろいろと踏みたいのに。パーマスも大量にあるのに。これはあかん。こっち来ないとダメだ。ほら、ブス来てる。恐ろしいね。嘘だろ？これで終わり？いい、もう終わりだ。ブスに飛ばされて体力減少、それで終わりなんて最悪だからね。次、次、次。博士には会えなかったが、ステージ5で本気出す。あ、プロリカード今回持ってきてないんだ、俺。そうだそうだ。勘違いだ、勘違いだ。先の戦車は持ってたけどね。よっしゃ、最終ステージですよ。後悔のないように行こうよ。絶対に後悔なんてしてたまるか。よし、よし。俺に力を授けよ。ブスが早い登場が、お前ペースだんだん速くなっていってんじゃねえか。どういうことだ、これ。カツラ、守備力。いらないわけではないんだがね。パワー強化カードか。おー、ナイス！水草に登場！野球マン2号、2号だ。神まくり申し訳ないね。どこに来た？上か。会いに行きたいんだが、こっち来るか。うわ、めっちゃカード落とす。嘘だろ？落としまくってんじゃねえか、お前。カード入れんちゃんと入れろ。あ、いけないね。水木ちゃん、あんなとこに出てきたのか。ミート超人伝 D の58、しょぼいな。早いし、戻るの。ま、出てきてくれただけありがとうと思わんとダメかね。あ、これゴールできるか。1、2、3、4、5、6。いけるのはいけるね。ただこれ、ハテナマスで体力減少だったら終わりだ。よし、体力超回復、超回復だ。ふぅー、まだまだできるぜ、プレイできるぜ。行こうよ、行こうよ。カモカモカモ、シャックルマスで近くん来い。青マスよ。全然来ねえな。あー、どうしようかな。上のおにぎりマス取りに行くか。ただこれが2とか3しか回復できなかったらアウトだよね。あー、どうしよう、もうやめとこうか。行こう、ゴール行こう。うん。ミート4アップ。イエーイ。ほんで最後こっちのミートマス踏んで。どうだろう。いや、無理だろ、こんな。ひでえ。何この実況5回目。全部やり直したいわ。全部、なかったことにしてほしい。メダカボックスそういうキャラクターいたよね。名前は忘れたけど、なかったことにするやつ。してほしいわ。これはないよ。特殊能力バント職人のみだぜ。なんかいかにも中日っていう選手だけどね、能力も特殊能力も渋い。ただ俺、渋さを求めて実況をやってるわけじゃないんだ。ビシエドを超えるためにやってるんだよ。これではビシエドは超えられないだろう。前回はいい戦いできたし、できたんだけどね。実況4回目では。これはちょっと比べ物にならないと思うよ。はい、二人の選手が完成ね。ちなみに前回も紹介しましたが、今作のビシエドの能力はこのようになってます。はい。まだね、これは何度も言ってる通り、開幕前のビシエドですからね、メジャーリーグ時代の動画を見てですね、パワープロの開発者が作ったと思うんですが、パワーはあるんです。パワーヒーターは持ってるんだけど、それ以外はやっぱ現実のビシエドとは違うよね。ビシエドはミート力もこれは C、B はあってもおかしくないですからね、3割打ってますから。その他の部分でももっと高いんですけどね、数字はね。まあでもこれはしゃあないです。アップデートで強くなりますから、アップデート前のビシエド、完全体とは言えないね。セルで言えば第2形態くらいで、あの気持ち悪いね、ドラゴンボールの。
第2形態完全体にはなってないやつに勝ってもあまり嬉しくはないんですけどね。まあいいでしょう。はい、じゃあ選手が完成したので今から菅野ビシエドと対決していくぜ。どのような結果になるかみんな期待してくれよな。俺は必ず勝つ回収。オッケー、じゃあまずは菅野と対決していくぜ、ベイベ。まず僕が作った選手をオートペナントで回していきますのでね。ローテーションは1番手エースで、起用法はスタミナの限界ですね。これ固定で1年のシーズンを回していきますから、菅野勝つことはできるか。もう、期待はできない。能力的にはね、絶対負けるよ。負け覚悟でやってるんだよ、本当に。やる前から泣いてる実況って何なんだよ、悲しいけども。僕が作ったんだ、信用してみましょう。じゃあ行きましょう。1年のシーズン開幕。1年のシーズンが終了いたしました。僕が作った選手はどのような成績を叩き出したのか見ていこう。今期の成績、オープン、レッツゴー。あー、悲しい、あー、虚しい、最低、本当の意味で最低条件になる。規定投球回達成ならず。アウチ。怪我しない設定でやってますからね。怪我してないのに、規定イニング投げれてないってことはみんな察してくれ。そういうことだ。見ていきましょう。どこで俺が現れるかな？俺。はい、言いました。クソだー、クソだ、なんだこれは。おい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 。菅野負け運持ってるから1勝10敗みたいなことありえるんじゃねえかみたいなこと言ってたけど近かったね。俺の方だったわ。1勝9敗ですか。オーマイガー。これならもう10敗してよかったんですけどね。はい、ひどすぎる。うんこ。何回言えばいい？もっと言おうか？いや、ひどいね、これ。防御率は 5.94。116イニング、3分の2イニング投げて、1勝9敗。1回しか勝っててね、どこ勝てたんだ？横浜あたりだな。んで、登板23試合で、完封完投は0、QS は8。あ！ QS は意外にも達成してるんだね。びっくりした。ねえ、オム林とあまり変わらない感じだもんね。それはびっくりしたわ。あ、試合は作れてるじゃん。でも負けてんだ。で、HQS は3。で、奪三振は35。で、フォアボール46個で、ウィップ、基本塁打は17、ウィップは 1.57。もうクソの極みだね。4月の時点で戦力外通告でしょ、こんなもんね。ただ、QS 数には意外に驚くもんだね。8でしょ？だから、この8試合別に勝ててもおかしくなかったんだよね。何こいつ、能力ない上にちょっと無援護なの？かわいそうになってきた。みんな慰めてあげて。これはかわいそうだね。もうこんな、菅野回すまでもないと思うけどね。これもう菅野どんな成績でもいいから、規定投球回到達すれば勝ちよ。ねえ。絶対勝ちよ。比べるまでもない。もう回さなくていい。ほんと今回はいいでしょ。いつも言ってる、俺は。回さなくていいんじゃない？って言いながらも結局回してる。でも今回リアルガチに回さなくてもいいと思う、ほんと。こんなんあかんわ。じゃあ次は菅野を回していくよ。もう勝敗は決まってますのでね。もう残念ですけど仕方がないことですからね。はい、じゃあ菅野智之1年のシーズン開幕。はい、菅野の1年のシーズンが終了いたしました。もう勝敗はどうでもいいので、菅野の成績だけ眺める実況になりそうだね。今回は見ていきましょう。今期の成績オープン。なんかタイトルは取ったかな？はい、あれ？あれれれれ？菅野くん？あれれれれ？また負け越しちゃった。オーマイガー。ほんで、規定投球回到達したのも一人だけかい。悲しい。こんな球団応援したくないんだけど。ああ、もうちょっと巨人アンチになりそうだね。ここまで菅野が負け越すと。ふざけてんのか。援護したれ言うたよな。ひでえな、お前。無援護じゃねえか。いや、この防御率で負け越すのは俺は理解できないよ。2年連続負け越しだ。ひで、防御率 3.25、投げたイニング169回を投げて、7勝9敗ですね。で、登板25試合で完投、完封は2、完投が3、QS は20、試合、20回も QS 達成してて 80% だぜ。それで、負け越すのか。HQS は9か。ほんで、奪三振は133個。で、ウィップは 1.16 だね。まあ、ちょっと菅野にしては防御率やや高いような気がしますがね。それでも、はい、僕負け越しです。申し訳ない、こんな防御率で。っていう成績ではないからね。
ちょっとふざけてんのか、巨人の野人の成績見ていこうか。お前舐めてんじゃねえぞ。あれ蝶野3割打ってるし。あら、いいね。んで、本塁打。あ、蝶野がトップなんだ。中途半端だね。村田17本 OPS で見ていくと、あ、そら負けるわ。そら負けこすわ。これ見てよ。最高出塁率も蝶野だけだ。3割は4人しかいない。全員あと3割切ってるっていうね。あ、悲しい。坂本どこ行った？坂本どこ行った？あ、いたわ。坂本はそれなりにやってる。いや、でもこんな坂本見たくないんだよな。打率の割には OPS も低いし。悲しい。巨人ファンやめてもいいかなってなっちゃうね。はい、菅野の成績がこのようになりました。勝敗も言うまでもなく菅野の勝ちということでよろしいですね。まあ現実の菅野とはちょっと違いますけどね。月間 MVP 取った菅野はこんな成績叩き出すことはないよ。いや、わからんな。野球というのはね、毎日毎日ありますからね。その中でやっぱ疲労というものが溜まっていきます。まあピッチャーだとね、毎日ではないですけど、疲労が溜まっていきますから、今調子良くてもね、4月3、5月の成績あまり当てにならないからね。そこまでで4割打ってるやつが、じゃあシーズン終わった時に4割打ってるかといえば日本じゃ1人もいないからね。もしかしたら今季の菅野もこんな感じになるんじゃないでしょうかね。だとしたらもう希望がない。悲しくなってくるね。はい、じゃあ菅野との対決はこれで終わり。勝敗は菅野の勝ちね。はい、じゃあ次はビシエドと対決していくよ。こちらでは勝ちたいものだけど、野手の方もちょっとひどい能力だからね、勝てる可能性はめちゃくちゃ低いですよ。先ほど同様、まず僕が作った選手からオートペナントで回していきます。4番ファースト固定でね、ビシエドもまたこの後同じ条件で回しますから、勝利なるか。お願いしますよ。勝ちたいんだ、俺は。じゃあ行きましょう。1年のシーズン開幕。1年のシーズンが終了いたしました。俺の作った選手はどんな成績だい、気になるとこだい、勝つ成績なのかい、勝てる成績なのかい、頼むぞ。さっきみたいなクソみたいなやつはやめてくれ。お願いします。今季の成績オープンレディゴーカモン。イエスイエス、待て、イエスイエスなのか。ちょっと待て、3割打ったこと、これは非常に喜ばしい。ただ本塁打見て注目そこ。3割打って喜ばしいんだが、ちょっと待てよ。古典的なアヘアヘタンダマンとなってんじゃないの。なんだ4番がアヘアヘタンダマンっていうのは。わからん。でも出塁率とかそういう部分では高いかもしれないからね。ちょっと長打力はかなり低いけどね。打率は3割0分6厘、3割バッター作れましたね。これ初めてじゃない？ 3 割バッター作ったん。ここまで1回も作ってないと思う。俺の記憶によりゃ。うん、多分初めての3割バッターですね。こんな能力で3割打てんだね。ほんで555打数の170安打、ゾロ目いいね。ほんで、二塁打15本、三塁打0、本塁打は2本。うわー、4番で55打点かい。これね、前回もそうだったんだよね。打点数で大きく負けて勝敗はビシエドになったんだよ。打点数、うわ、絶対ビシエドこれ以下はないわ。これの倍はあるんじゃない？ 100 打点普通にいきそうだけどね。得点圏打率は2割9分2厘。あ、でもこれは高いね。で、得点60得点、三振が89個多いな。うわ、フォアボール36個少な、盗塁も0。出塁率3割5分3厘で OPS は6割9分7、オーマイガー！7割も届いてないのかい。だよね、この長打率ではそらそうなるわ。うーわ、3割打ったのに喜ばしいのに成績自体はあまり良くないってパターン。ファーストでこれかい。ビシエドに勝てる要素は出塁率、打率だけだね。率系だけだ。あとは全部負けると思うけどね。やばいから、ビシエドがもう超スランプ。だいたいね、月間 MVP 取ったからね、これから活躍できる。さっきも言ったけど、そうじゃないと思うんだ。これからビシエドは落ちていく。事実落ちてるしね、数字の方は、今のビシエド。4月に比べたら、当然落ちていきますから。ここからね、これ以下の成績になることも十分に考えられるわけですから。わからんぞ。とりあえず3割バッターを作れた喜び、今噛み締めたい。次はビシエドを回していくからね。条件は同じ。4番ファースト固定で1年のシーズンを回します。僕が作った選手の成績はこのようになりましたが、ビシエドはこれ以上か、それともこれを下回るか。大きく下回れ、俺の願望だ。よろしく。じゃあ行きましょう。ビシエドの1年のシーズン開幕。
ビシエドのシーズンが終了いたしました。どうだこれは。あー、勝てるかな。ちょっとね、月間 MVP 二人に連続で負けるのは悔しすぎるんで、ビシエドには勝ちたいんですけど、負けるにしても圧倒的に負けるのだけは本当に嫌だ。もうこのシリーズやめたくなっちゃう。ただでさえもうね、赤マス時刻で俺はやめたい気分なのね。その上圧倒的に負けたら本当生きる希望すらもなくすよ。このゲーム原因で自殺するとかお前最悪だろお前。逆に伝説として残るかもしれないね。そんな情けない日本人がいるんだって世界でも有名になるかもしれない。オッケー、行きましょう。じゃあ見ていこう。今季の成績、オープン、レディゴー。うわあ、打率ではまあ勝ってるけど、やっぱ本塁打だよな。29本か。見ていきましょう。打率は2割6分9厘、517打数の139安打。二塁打16本。この数字はあまり変わらないね。僕が作った選手は15本だったんですけど、やっぱ29本。これが凄まじいわ。あと1本で30本だからね。で、打点79。やっぱ、これ、長打力の差だよね。20打点以上違いますから。得点圏打率は2割2分7厘、低いですが、まあ打点数上げてますからね、事実。で、得点72得点で、三振が111個多いな。フォアボール51個で盗塁は0。併殺は9個で出塁率は3割3分6。OPS では8割乗ってますね。オーマイガー。もうこんなん、もう余裕で勝敗決まってますよ。はい、決めました、決めました。今回は菅野&ビシエド、月間 MVP を取ったね、二人と対決してみましたが、もう比べるまでもありません。菅野編では菅野の勝ち。で、ビシエド編ではもうこれも比べる間も、ま、なく、ビシエドの勝ちというわけで、今回二人に勝つことはできず、このまま終わりというわけですよ。丈夫な縄はないかな、近くに。あ、PS4 のコードでもいいか。死のうと思えばあのコードでも死ねるしね。はぁ、悲しいね。さすがビシエドだよ。前回戦った時よりね、実況4回目よりも数字を上げてきましたね。やっぱこの辺は普通に、超えてきますよね、当たり前に。どの数字を見ても今回は僕が作った選手の勝ちとは言えません。言った場合も俺は気違いとなるんでね。俺は気違いになりたくないので言いません。僕の勝ちではありません。僕の負けです。泥水に頭突っ込みたいですよ。もう人に顔向けられない。こんな調子に乗って挑んで負けたらね、泥水はないかな。さっき下痢が出ましたからね、あの下痢を使用しようかな。そうすればいい。そうしよう、そうしよう。ちょっと臭いけどね、あまり気にしなくていい。オーケー、じゃあ今回の実況はこれにて終わりにしたいと思います。まあ、残念ながら勝てませんでしたけどね、次回の実況ではまた月間 MVP の2人、パリーグの投手涌井さん、そして野手のメヒアン挑戦していきますからね、セリーグに勝てなければパリーグに勝って、で喜べばいいんですよ。パリーグの方がレベル高いからね、じゃあ無理じゃねえか、お前。セリーグでボコボコされてるやつがパリーグ行って何するんだ。いやいや、次回の実況では凄まじいレベルの選手を作りたいと思いますので、今回はいろいろともうひどすぎた、運もなかった、実力もなかった、最悪な実況になってしまいましたね。次回の実況もまた見てくださると嬉しいです。次は必ず勝つんだよね。 OK、 じゃあ今回はこれにて終わりだ。グググ グ, グバイ、またもう。